おはようございます。ここはですね、日本国大阪府大阪市大阪駅に来ております。本日2024年3月15日、はい、明日3月16日は JR グループダイヤ改正が行われる日です。もちろんですね、ダイヤ改正ということで今ね日本にいるんですが、ダイヤ改正でいろいろと変わることも多いんですけども、その中でもね、やはり目玉となるのは北陸新幹線の金沢から敦賀の開業ではないでしょうか。本日はね、その開業の1日前ということで、金沢敦賀間北陸本線最後の日でもあるんですよね。大阪を代表する特急列車サンダーバード号、今現在大阪と金沢和倉温泉を結んでるんですが、明日3月16日からは大阪と敦賀の間の運行となり、敦賀金沢間の運行は終了となります。ということで本日ね、最終日なんですけども、サンダーバードのね、乗車記録みたいな感じで動画撮っていこうと思います。いつもと違ってちょっとナレーションはできるだけ少なめにして、車内の放送チャイムとかね、車内の様子とか駅の通過の、ね、様子とか、そういったのをね撮っていけたらいいかなと思ってます。はい、ということでよろしくお願いします。で、あのサンダーバード号なんですけども、1日かなりの本数運転されていて、停車駅パターンっていうのもね、列車によってそれぞれ異なるんですよね。でまずね、今回乗るのは大阪発金沢行きの8時42分発特急サンダーバード9号かな。こちらを使いまして金沢に向かうんですが、このサンダーバード9号っていうのは停車駅がですね、大阪を出ると新大阪、京都、府井、そして終点金沢っていうね、停車駅が一番少ないタイプのサンダーバードなんですよね。本日最終日ということでね、敦賀駅を通過するサンダーバードに今回乗車していきます。明日からは敦賀駅っていうのは全てのサンダーバード、白鷺、そして北陸新幹線が止まる駅ということで、敦賀をね通過する列車に乗るのは今日が最後なんですよね。はい、ということで本日はサンダーバード9号に乗ってまず金沢に向かいます。よろしくお願いします。何度もねこの大阪駅からサンダーバード号に乗って金沢に行きました。本日この大阪駅でサンダーバード金沢の表示が見れるのはもう本当に今日が最後になります。今回は8時42分発のサンダーバード9号金沢行き、こちらに乗車して終点金沢まで2時間半ほどの特急サンダーバードの旅を楽しみます。今日は最終日ということもあって、本当に多くの撮り鉄の方が来ていますね。で、入線取りたかったんですけども、ホームに降りてくるとすでにサンダーバード号到着していました。サンダーバード9号金沢行き、電光掲示板には北陸新幹線が開業するよという、ね、案内も出ています。停車駅流れてくれるかな。車内入ってからね、撮ればいい話ではあるんですけども、この電光掲示板でも見ておきたいですよね。明日からはこの金沢の文字がすべて敦賀になります。そして今現在サンダーバード白鷺には自由席の設定があるんですが、明日のダイヤ改正からサンダーバード白鷺全車指定席になり、自由席の設定はなくなります。さらに北陸新幹線との乗り継ぎ割引、これに関してはね、サンダーバード白鷺に限った話ではないんですけども、在来線特急と新幹線乗り継ぎ割引も本日で廃止、明日以降は乗り継ぎ割引の制度っていうのもなくなります。明日からは大阪金沢間というのは必ず1回は、ね、乗り換えしないといけないということで、正直関西圏に住んでいる僕にとっては不便になるのは間違いないんですけども、本当に、ね、この敦賀と大阪の間の北陸新幹線がいていつ開業するか分からない、なんか正直開業しないんじゃないかというふうに思ったりもしてるんですけども、とりあえず今日はですね、大阪から金沢までサンダーバード9号最後の旅を、ね、楽しみます。先頭の方まで移動してきました。1号車グリーン車になります。今回ね、普通車指定席に乗車します。本日グリーン車満席、普通車指定席もね、かなりの席埋まってますね。やっぱり停車駅が新大阪、京都、福井しかないということで、敦賀通過のサンダーバード1日かなりね、数本数限られてましたから、それに乗りたい方も多いんじゃないでしょうか。乗車券の他に特急券が必要です。この列車は停車駅の少ないサンダーバード号です。大阪を出ますと新大阪、京都、福井、終点金沢に停車いたします。
自由席車両をご利用のお客様、停車駅をよくお確かめの上ご乗車ください。この列車は停車駅の少ないサンダーバード号です。ご注意ください。お荷物は荷物棚かご自身の座席の下に置いていただき、席にお座りのお客様にご配慮いただきますようご協力をお願いいたします。自由席車両をご利用のお客様にお願いいたします。本日多くのお客様にご利用いただいております。座席はお一人様一席でお願いいたします。隣の座席にお荷物などを置かないようご協力をお願いいたします。次の京都には9時9分に到着する予定です。京都の次は福井に停車いたします。京都です。京都を出ます。
passengers in car number 9, please use the exit at the front. ご乗車ありがとうございました。まもなく京都です。お出口は左側、メロバン乗り場に着きます。京都を出ますと、次の停車駅は福井です。途中の鶴ヶ、武生、鯖江には停車いたしませんのでご注意ください。車内にお忘れ物をなさいませんようご注意ください。京都、京都です。サンダーバード9号金沢行きです。次は福井に停まります。福井のお出口は右側です。なお本日この列車は京都車掌区2名の車掌が担当しております。電車好きのお子様や鉄道ファンの皆様、話題となっておりますあれをお配りしております。ご希望の際はどうぞ車掌を通りました際にお声掛けください。それでは皆様、目的地までどうぞごゆっくりお過ごしください。デッキに出ています。列車今、片田駅を通過しているところですね。すでに湖西線に入り、130キロでぶっ飛ばします。片田とこの先の近江今津に停まるサンダーバード号というのは今後も引き続きね、一部運行されます。まあ、ほとんどの列車が通過なんで、まあ、今後のサンダーバードの停車駅パターンとしては大阪を出ると新大阪、京都、そして終点敦賀になりますね。で、途中の高槻、片田、近江、今津、この3つの駅に関しては、まあ、一部のサンダーバードのみ停車するという形になります。もう今日は最終日、天気も良くて素晴らしいですね。まあ、明日が開業、北陸新幹線開業初日ということでね、明日も晴れることを祈ってます。まあ、ここの区間に関してはね、さっきから何度も言ってますけども、今後もねサンダーバード号として乗ることはできるので、まあ軽くにね取っておきますけども、やっぱり敦賀から先ですよね。本日で本当に最後になるんで、まあ、一応最終日の動画としてはこの動画1本ともう1本ですね、あの本当の北陸本線最後の特急白崎65号、これにもこの後乗る予定なんで、まあ、それもね動画にできたらいいかなと思ってます。ちょっと動画分けようと思ってますけどもね、大阪から金沢までのサンダーバード号で乗り換えなしで行く動画としてはこの動画がね僕のチャンネルではもう最後になります。沿線のご案内をいたします。先ほどから進行方向右側に姿を見せておりますのは日本一の広さを誇る琵琶湖です。面積は674km² で、滋賀県のおよそ6分の1が琵琶湖です。ちょうど淡路島と同じくらいの広さがあります。楽器の琵琶に形が似ていることがその名の由来と言われています。琵琶湖には竹生島、竹島、沖島、沖ノ白石、矢場関半島の島々があり、四季折々に美しい姿を見せてくれます。琵琶湖の風景は近江八景として親しまれ、昭和25年1950年に日本最初の国定公園に指定されました。琵琶湖は近畿の水がめとも呼ばれており、瀬田川から
宇治川、淀川と名前を変えて近畿の人々の生活用水として利用されています。また進行方向左側には平連峰がご覧いただけます。琵琶湖の西側に屏風を立つように1000メートルを進みで峰が15も連なります。宇長岳、平岳、内宮山、蓬莱山などの山々が平連峰と呼ばれます。冬の夕暮れ、この平連峰に降り積もる雪景色が住江ぼかしの山水が思わず風情のあるところから平の五節と呼ばれ、近江半径の一つに数えられます。列車はしばらく琵琶湖の湖岸を走ります。自然と歴史が今も息づく五節線の景色をお楽しみください。列車は北陸本線と合流です。湖西線は終わり、近江塩津を通過します。ちょうど大阪行きのサンダーバード号とすれ違っているところ、ただいま通過しているこの駅が近江塩津です。ここから先は特急白鷺号と同じ区間を走行します。白鷺号に関しては現在名古屋米原と金沢を結ぶ特急ですが、明日からは名古屋米原と敦賀を結ぶ特急になります。から先山を越えると敦賀、今回のサンダーバード9号は通過です。でですね、今車掌さんにもらいました。これが噂のあれですね、2024、3月15、金沢和倉温泉から敦賀ラストランファイナルランということでね、あの金沢から和倉温泉間を結ぶ特急列車能登かがり火に関してはね、今後も走ります。なので、まあ、金沢から先ね、 JR 西日本の特急に完全に乗れないかというとそうではないんですよね。あくまで本日で運行を終了するのは金沢敦賀間へのサンダーバード白鷺、あとダイナスターで、おやすみエクスプレス、おはようエクスプレスかな。
内いたします。列車は先ほど駿河駅を通過し、ただいま北陸トンネルを通過いたしました。北陸トンネルの長さは13キロ870メートルで、新幹線を除く JR 線では一番長いトンネルです。ここで特急サンダーバード号についてご案内をいたします。サンダーバード号は前身にあたる特急雷鳥号、1964年に運転を開始し、今年で60年を迎えます。1995年から現在皆様にご乗車いただいている 6パー1系 や 6パー3系 という車両へのお機会が始まりました。一時期は雷鳥、スーパー雷鳥など列車名も分けられていましたが、2011年のダイヤ改正で雷鳥という列車名はなくなり、現在の特急サンダーバードに統一されました。2015年の北陸新幹線金沢開業に合わせて、金沢から富山、大津間の運転が終了し、この度明日2024年3月16日のダイヤ改正において敦賀から金沢枕温泉間の運転を終了いたします。ところ大変恐れ入りますが、小さなお子様をお連れのお客様やお休みのお客様も多くいらっしゃいます。車内での大きな声での会話は極力お控えいただきますよう、周りの皆様への十分なご配慮をお願いいたします。皆様に快適にご利用いただけますよう、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。北陸新幹線、ああ曇ってる、試運転ですね。明日からよろしく。ありがとうございます。
この先、あわら温泉、加賀温泉、小松、マット、これらの駅はすべて通過します。ちょうどね、試運転の北陸新幹線列車見れてよかったですね。私たち京都車掌区は2017年に都列車区から受け継ぎ特急サンダーバード号を担当させていただいております。大阪車掌区や金沢列車区など北陸特急の大先輩方からたくさんのノウハウを学び今日に至っております。サンダーバード号では風に吹かれ舞原周りの迂回をし雨や雪時に野生動物たちにその行方を阻まれることもありました。今年元旦に発生した能登半島地震の際、私は当時大阪からサンダーバード21号で金沢に到着し、サンダーバード40号で大阪へ向かうまでの休憩中でした。新年早々にこんなことが起きるのかとショックを隠せず、当日中は列車の運行は困難となったため、頻繁に鳴り響く緊急地震速報と余震が続く中、金沢で一夜を過ごしました。改めて地震により犠牲となられた方々に心よりお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。被災地域の皆様の安全確保、そして一日も早い復旧復興を衷心よりお祈り申し上げます。改めて本日3月15日をもって北陸本線の敦賀から金沢間の JR 西日本としての運行、そして特急サンダーバード号の敦賀から金沢和倉温泉間の運行を終了します。長きにわたり皆様のご利用本当にありがとうございました。明日3月16日からは北陸本線の敦賀から大正寺間はハピライン福井に、大正寺から金沢間は IR 石川鉄道に生まれ変わります。
の便は明日以降も引き続き特急サンダーバード号、また北陸新幹線の W7系でお聞きいただけます。金沢での乗り換えのご案内をいたします。この列車お出口右側7番乗り場に到着いたします。北陸新幹線途中新高岡に止まります。鶴木708号富山行き11時28分上越妙高長野方面白鷹562号東京行き11時59分新幹線の乗り場は2階、乗り換え口にてご確認ください。 IR 石川鉄道経由七尾線特急のとかがり火3号和倉温泉行き11時21分ホーム変わりまして5番乗り場 IR 石川鉄道経由の七尾線宇野家白井方面普通七尾行き11時31分到着します。ホーム向かい側6番乗り場から発車いたします。 IR 石川鉄道愛の風富山鉄道いするぎ高岡富山方面普通泊まり行き12時6分ホーム変わりまして5番乗り場から発車いたします。座席の下や荷物棚などお忘れ物はございませんでしょうか。携帯電話やスマートフォン、大切なカメラやお土産品、乗車券類のお忘れ物が大変多く出ております。また本日皆様にお渡しいたしました記念の乗車カード大切に保管していただきご自宅にお持ち帰りください。皆様のサンダーバード北陸本線への熱い思いは存分に置いていっていただいて構いませんので、今一度お手回り品をよくお確かめの上お降りください。あと4分ほどで終点金沢に到着をいたします。大阪駅から2時間30分サンダーバード9号帝国通り終点金沢に到着です。左上 JR のマークもまだ出ていますが、すでに上からねシールで貼ってる状態なんですよね。本日の0時40分に到着する特急しらさぎ65号の運転をもって金沢駅は JR の駅、 JR の駅ではあるんですけどもね、北陸新幹線は残るんで在来線から JR マークっていうのは消えることになります。まあ、あのね JR のシール剥がすだけでIR 石川鉄道金沢駅になるわけです。大阪を出て新大阪、京都、福井3つの駅だけに止まり終点金沢に着いたサンダーバード9号の旅はこれにて終わり、大阪発金沢駅のサンダーバード9号のラストランに乗車したことになります。
今回の動画はサンダーバード9号の動画ということでね、ここで終わらせていただきます。まあ、この後もですね、まだ北陸の特急サンダーバード白鷺続々と運転がありまして、僕はですね、まだ北陸の特急にもう少し乗ろうと思ってます。まあ、本当の最後の特急白鷺65号の動画っていうのは、まあ、次回上げようと思っています。おそらくですね、日付変わって今日の深夜、もしくは明日の朝早朝にはね、動画できてると思うので、でき次第ね、公開しようと思います。で、明日はですね、もちろん北陸新幹線一番列車には乗らないんですけども、早速初日から乗る予定ですからね、その動画また明日ね、公開するんでよろしくお願いします。ということで本日の動画はここまで。特急サンダーバード9号大阪から金沢まで全区間乗車でした。いや、車掌さんの放送もね、すごいなんか感動するような放送ばっかりで泣きそうになりましたけどもね、本当に今日が最終日ということを実感しましたね。ということで今回の動画はね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。